リオプラタの生物圏保護区は、ホンジュラスのカリブ海に面した生物圏保護区である。その名の通り、プラタの川流域を対象とした保護区で、グラシアスは、ディオス圏、コロン圏、オランチョ圏にまたがっており、この国最大の熱帯雨林地域を含んでいる。1982年にユネスコの世界遺産に登録された。プラタの川は、全長1 0 0トルの川で、流域には、 ホンジュラス最大の熱帯雨林が残る。16世紀以降スペイン人らがアメリカ大陸に入植した後も熱心に開拓されることはなく、先住民族のミスキート人らが細々と暮らすあまり人の分けいらない地としてその環境が守られてきた。流域には熱帯雨林、サバナ、湿地帯、川辺のマングローブ林など多彩な植生になっているが平地は少なく、 登録地域の90%が産地である。生物圏保護区としての価値に関わるものではないが、保護区内の川底からは、色塗られた石と呼ばれる彫刻を施された石が発見されている。また、古代マヤの幻の都市、白い町もこの一帯にあったのではないかとも言われている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 ニカラグア政府がホンジュラスとの国境付近で、ミスキート人の大規模な入植を推進したことや、貧しいメスティーソが入植したことで、森林資源の過剰な伐採、川の水産資源の乱獲などの問題が起こるようになった。さらには密漁なども横行し、貴重な生態系が危機にさらされたことから、1996年に危機遺産リストに加えられた。 危機遺産リストからは2007年に一度取り除かれたが、ホンジュラス政府の要請によって2011年の第35回世界遺産委員会で再び危機遺産リストに加えられた。その背景には、違法伐採、密漁、土地の不法占有が直接的な原因としてあるが、さらには遺産を管理しているホンジュラス政府が治安の悪化と麻薬の密輸に労力を裂かざるを得なく、 なり、管理しきれなくなっていることも背景として挙げられる。ありがとうございます。